アミさん、以前に恋愛についてどう考えてるかって言ってましたよね。あの後僕なりに考えてます。今も。僕はそれこそ物心のつく前から舞台で愛や恋などを語ってきました。でもどれも僕の気持ちとは関係ないし、僕の言葉でもない。でもそのセリフやストーリーはしっかり頭に染み込んでいて邪魔します。いざあなたへ向けて語ろうとすると、どこかで聞いた言葉のように思えてくる。それでは嫌なんです。だから本来の僕の言葉で伝えられているかわからない。でも聞いてくれますか。え、まさか僕の早とちり。そうですか。なるほど。あなたという人を僕はまだ分かってない。危うくとんでもないことを言うとこでした。羽ばたき湾の遊覧だけじゃなくて海外まで行ってみたいな。いいね。あなたが言うと簡単にできそうでワクワクします。最近父との会話が面白いんです。ええ、先代の座長です。相変わらず演劇論も聞かされますがね。ええ、でもお酒が入ると以前にはなかった話題が多くなってきたんです。学校のこと、友達は増えたかとか、最後には宿題はやったかですよ。ええ。ああ。なるほど。そういうことか。今学校生活を楽しんでいるのは僕だけじゃないってことです。父も僕が小学生の頃に小学生の父親らしいことが全くできなかった。だから今楽しんでいる。稽古でできないことが本番でできますか。
座長、今日も厳しいな。座長だけレベルが違いすぎだよ。まともにやったら怪我しちゃう。そこ、しっかり見て覚えるんです。は、はい。もう一度頭から。次は投資で。すみません、取材の方がいらっしゃると聞いてはいたのですが。いい記事ができればいいですけど。仕方ない。ハバチャの記事やハバタキ氏の支援のおかげで新しい団員が増えてます。嬉しいことですが、どうにも緊張感が足りない。いえ、市から支援をいただいている以上、もっと大きく飛躍をしなければならない。これは責務です。健康的で素敵です。体力作りに効果的なメソッド、ぜひ僕にも教えてほしいな。ボーリングとダーツ、どちらへ？何事も経験。わかりました。ボーリングならまあ知ってます。勝負事なら負けるわけにはいきませんよ。うん、いいね。そう来ないと面白くない。ん？ああ、ダメです。子供の頃からテレビはあまり。普通は学校でそういう話をするんでしょうけど、それほど学校にもいなかったからかな。すみません、そんな顔させたいわけじゃないのに。それなら、あなたがおすすめの番組を今度教えて。それを僕のお気に入り番組にするよ。なあ、何って、ヒイラギがさ、おじいちゃんの店の蔵が見たいらしい。はい、風間家の蔵には博物館級の品もあるとお聞きしました。まあな、お前たちが言うと嫌味に聞こえないのが不思議だ。なぜ嫌味に？よく言えば純粋。お前たちに似たところがあるって初めて知ったよ。あなたと僕が？わかったよ。おじいちゃんに頼んでみる。
じゃあな。ありがとうございます。ああでも見栄えするものは大体寄贈しちゃってるぜ。いいんです、何かインスピレーションをいただけるだけで。では僕も行きますね。新商品が入荷しているかもしれませんよ。チェックです。どうしました？ああダメです、オリジナルグッズが充実してますね。商魂たくましい、見習わないといけません。あなたがつければ可愛いんでしょうね。こっち見て、食べ物ですか？ポンと浮かぶのはふ菓子、あれは大好きです。ええ、ただ食べ過ぎてしまうんです。いつも一本だけと決めているのに、悪魔的な魅力です。そうですか、油断していると一袋なくなってる、危険ですよ。ええ、ふわさく食感とじゅわっと溶け出す優しい甘さが幸せすぎて。それに緑茶とも合います。まったく、人をダメにする、まさに悪魔的な食べ物です。本当？じゃあ見に行こうよ。劇団を辞めると一体どうしてでしょう。僕たちには役者は向いてないって分かったから。いくら稽古しても下手で、座長に満足してもらえない、楽しくないんです。なんでそんな簡単に諦めるんです？別に簡単ではない。もう話しても無駄だよ、行こう。あなたには見られたくなかった。あの二人は1年前、演劇が大好きだって笑ってました。なのに僕と一緒にいることで、向いてないと夢を捨て、楽しくないとまで。夢を摘み取って気づきもしなかった。
んだ人間がお客さんに夢をお見せする役者だなんて、座長なんて、笑います。すみません、僕はあなたにも同じようなことをしていませんか。みんなのため。はい、そのつもりでした。ありがとう。ご心配には及びません。今日のことは忘れてください。でないと次どういう顔であなたの前に現れればいいか分かりません。すみません、頭を整理します。あのお二人に、お二人のご家族に何とお詫びすれば。羽ばたき城穂村達大好きです。これからよろしくお願いします。身近な羽ばたき城を舞台にこんな素敵なお芝居ができるなんて、僕も力になれるように頑張ります。何が座長だ。劇団員のみんなに合わせる顔がない。あなたはこんな僕に幻滅したでしょうね。何をすればいいのか、それすら僕には分かりません。ヒイラギ頼む、主演してくれ。うん、お願い。僕がやるより皆さんの方がいいです。
でだよ。俺たちみんなプロの演技が見たいんだよ。いえ、僕は大道具係をやらせてもらってますから。それは俺がやるって。そうはいきません。アミさん、みんなが楽しみに。そうだよ、みんな期待してんだ。うん、見たいよ、ヒイラギくんの演劇。ダメか。書き割りの補強は終わりました。これで心置きなくやらせていただけそうです。主演、僕にやらせてください。やった、ありがとうな、ヒイラギ。これはニュースだぜ、みんなに言ってくる。劇団羽ばたきの舞台が学校で見られる。やったね。ええ、一人で無理しても仕方ないからね。期待してもらえる、喜んでもらえる、こんなに嬉しいことはないです。ありがとう。なんであなたが泣くんです。あなたのおかげで気づけました。忘れていたこと。皆さんに喜んでもらう、そのためだけにやります。今さら遅いけど、気づかないでいるよりはいい。アミさん、ええ、僕もです。十数年やっても開演前の緊張感は変わりません。なので、あなたが緊張するのは当たり前です。何せこの舞台はあなたやみんなの努力の上に出来上がってるものですから。楽しみだと言ってくれた方々のために必ず成功させます。ええ、でもね、役者ってずるいんです。お客様のためなんて言いつつ、舞台の上で自由に自分を表現する楽しみが勝る。もちろん台本は大切ですよ。でも演じるのはあなたです。それと僕。みんなに感謝しながら思う通りにやらせてもらいましょう。
それを皆さんが楽しんでくれれば大成功です。これより羽ばたき学園学園演劇を開演いたします。いい顔です。舞台の上で恋に落ちましょう。こうしてそなたと会うのも今宵が最後。城中には私をよく思わない者が多い。城主など見越しに過ぎぬ。担ぎやすい方が現れればそちらに。これが今の世。しかし私の祭り事は理想の炎。それを絶やすわけにはいかぬ。すげえ迫力だな。そなたにはいつも救われる。だからこそ巻き込むことはできない。みこしを下ろす理由を探している者がいる。まもなくそなたにも手が及ぶ。さあこの先に馬と従者がいる。幼少の頃より共にあったこの腰刀は私の分身。そなたを守り導く光。魂は未来永劫そなたと共に。なんとかどころか頭を殴られたくらいの衝撃です。この脚本を作った時は気づきもしていなかった。城主のまっすぐで固くなな価値観が二人だけでなく城中をもバラバラにしていた。劇団やあなたとの関係と一緒です。それに気づけた。あなたやみんなのおかげです。やったな。超感動したよ。うん、涙出てきた。柊木くん、出てくれてありがとう。いえ、僕の方こそ。アミさん、皆さん、ありがとう。